はい、お疲れ様です。ほぽなかです。今日は、今日は草刈り来てます。草刈りって言っても今日はな、なんかちょっと下に石とかがいっぱいあるから、ほんでいつものこのこれいつものこのな、この刃やったらもうちょっと石がもうガリガリ当たってあかんから、今日はこれ買ってきました。ナイロンコードカッター、これに付け替えたらいいよって前そうユニックミネルさんに聞いたから、これに付け替えて草刈りしたいと思います。じゃあこれをとりあえず一旦外します。このなんかこの前俺勉強してんけど、これの外し方はここから六角レンチかなんか入れてこれをロックさせてから、でこの裏手のネジを外して交換です、はい、なんかこの刃になんか何やろ結束バンドつけてやったらいいとかって動画もあんねんけど、でもそれもなんかあかんとも言う動画もあるからちょっと俺は分からんねんけど、とりあえずこれ安かったん、これシマコーポレーションで1000円ぐらいで売っとったからこれ買ってきたんで、これに付け替えたいと思います。入ってる工具がこれだけという、ここに差し込むとこの刃がロックされます。こんな感じで動かへん。ほんで裏からネジを外します。よし、これロックするな。これを外す。取りました。これしたらこれとこれをここはね引くから、あとさこれでいいの。とりあえず2本だけでやってみる。なんか売ってるやつ2本が多かったからこれでええんか。じゃあほんならこれでほんだらつけたいと思います。これで大丈夫な。草がこんなに溜まってるんや。こんなに溜まるんや。よし、お、まっすぐなった。円盤を差し込んで、ほんでこの下を差し込んで、ここかな。これでこれをボルトを締める。ボルトこれな、半時計回るよ。よしよしよし。これ円盤つけてからでもあれやな。これナイロンのこれは紐は変えれるみたい。よし、じゃあこれをあとこの穴に合わせて、よし、じゃあねガソリン、混合ガソリン入れます。なんかエンジンは25対1のガソリンを入れるようにって書いてるんだけど、売ってるやつも25から50対1やねんか。これでええんかなと思いながら店員さんに聞いたら、あ、大丈夫ですよってね、行ってきました。よし、今この入れるこのあるやん、ビューヨーン、これもう別売りやで、有料やで。普通するわ、結構別売りなのに言うて、昔こんなんもらえとったのにな。よいしょ、 OK。 よし、ここに燃料を、よいしょ、ガソリンもすぐなくなる。